ハンバーガーショップ創作爆破作戦の末期。の末期じゃねえよ、来てる気かよ、これ。全然戦争感がないんですよ。ないぞ、の末期。これ、最後、コロスケが逃げて、コロスケの顔の中心に丸がちっちゃくなってフェードアウトしていくタイプのやつですか。ハンバーガーはもうこれになりよ。てるるんてんてん。何ですか、それ。ECM トレーラー、関西巡航ミサイルの命中を阻害する大型ジャマーを破壊し、強力な支援攻撃を実施可能にする。武装庫のトレーラーに搭載されており、大型のため、集落のどこかで容易に発見できるはずだ。どのくらい、どのくらい元気か分かったわ。え？どういうことですか？どのくらい今日のあの作戦に体力温存してきたか分かったわ。どういうことですか？へぇ、巡航ミサイルの命中を阻害する大型ジャーマンを破壊する、まあ、支援作戦なんですね。邪魔を破壊する。支援を受けるために、敵のジャマを破壊して、はいはいはい、ハンバーガーショップってなんて関係あんのか、これ出てくるのか、ハンバーガーショップ、ハンバーガーショップ、ハンバーガーショップを破壊し、範囲30これ普通に読んでいいんですけど、範囲30キロ四方のシーサット兵士たちへのハンバーガー供給を行ったシーサット兵士の士気を大幅に削ぐことを目的にした。やる気出てきたぞ。燃え上がり黒焦げになったハンバーガー街流なんだこの詩的な表現は。彼らにとってポンペイ周辺の絶望に匹敵するであろう。ちなみにギリシア破綻をバーガーにしたデボルトバーガーが特に人気で最悪だこれこれ面白いですね。まあ離脱と。離脱はまあ普通ですね。なるほど。二つの任務を達成した後離脱すると。はい。まあタスク、あとタスクにはまあ同じことが書いてあります。敵これアメリカ兵だろ。まあ状況にも状況書いてあるんですけど。状況。想定書いてある。ハンバーガーどんだけ好き。栄養の。大部分はハンバーガーで養われてるのか。じゃあ状況は天木さん読んでください。ネディ、ネディどこだ。適正力からどっちからでもいいですよ。適正力。展開中のシーサット兵士たちはハンバーガーを好んで摂取し、英気を養っているとの情報をつかんだ。展開中のシーサット兵士はハンバーガーの供給を十分に受けており、士気旺盛である。なんだよこれだいぶ元気だと。ハンバーガーありきの軍隊。多分ハンバーガー片手に戦争してるんです。そうね。うまいなこれ。多分ラピュタのあいつらみたいに兄弟みたいにうまい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 って。NATO軍は立たれてるからね、ハンバーガーの供給が。あ、シーサットだから敵か現地軍か。なるほど。ネリ。ネリの集落は入り組んでいるため、待ち伏せ攻撃、特殊火点を警戒せよ。中心部はシーサットのチェックポイントになっているようだ。特殊火点ってなんだ？統治家みたいなんだっていうか、なんていうんですかね、マシンガン埋めてあるよってことですね、お家とかに。ああ。特殊火点って言うんですけど、なんていうんですかね。まあ、塹壕とか、いろんなものを使って火点作ってますよ。スタティックを置いて持ってるところを特殊火点って言うんですね。そうそうそう、気をつけてねって。なるほど。ハンバーガー食いながら MG 売ってるわけか。そうそうそうネリのところにマーカー設置するの忘れたんですけど、すごいネリの狭い範囲なんで敵がいるのはね。もうネリこれ300メートル切ってるぞこれ。もうすぐそこですね。本当はもっと距離あるんですよってところですね。本当はね。でも何が本当なのか、ゲーム的に歩いて興奮するのはしんどいので、まあ、近くにあるけどね。練習ミッションってことで行くぞ。行きますよ。ちっ。I've got a visual soldier 300 meters right up ahead。おし、再装填しようか。再装填、再装備。によって、全部禁止ですから。三人称視点もクロスエアもなしですね。最高ですね。やっちゃう。難易度アップしているので気をつけて。なるほど、距離マーカーもなしか。全部なしですよ。
指示が大変だなこれ。ああマップにチェックポイントつけても出ないってことですね。うん、そうそうそう。何にも出ないですね。単独行動するやつ助けられないな。そうそうそう。単独行動すると死ぬよ。あまず単独行動してしまうと味方がどこに行ってるか分かんなくなっちゃう。そうですよね、うん。そういうのは制限していくとそういうのが生まれて面白いですよね。で自信を持ってトリガー引けなくなっちゃうので。そうなんですよね。そうするともう戦闘取られちゃう。あれこっちの兵士って、うん、その勢力的にはどういう設定なんでしたっけ。本当はなんか装備変えてるかもめちゃくちゃだよね。なんかもう PMC バンダナ巻いてるもんだって統一感がなくてPMC でしょこれ完全に。 PMC か現地のゲリラだよねこれ。とりあえずヘルメットはそれか特殊部隊だ俺たち。ネームタグ捨ててきてるよこれ。ちょっと待って急ぐから。てか迷彩のバンダナって気合入りすぎっすよね。迷彩のバンダナってファーセイドキットとか双眼鏡忘れずに。ああはい双眼鏡は持ったけどきっと持ってるかな。島さんがメディック、あそうかもうメディックの立場も、あでもメディックの役ないとメディキット使えないっすよね。うんそうそうそう。メディキットはどこかな。4つどうなんだろう。メディキットカバンの中に入れる。あ了解です。ちょっと隣の家の2階から南を見下ろしてみるかな。チェストでもチェスト持ってないやんこれ。もっとでかいチェスト持ってきたのに。あこれ ATO か。方角的にはどっちだ。南。これでいいや。 M60 持ったぞ。 M60 メディキット。そんなもの400発だね。見えないな。少ないな400発。足りるかな。弾はなんかもうすごい持って行ってたんだよな実際の人見たら。へえ。味方にも持たせてるとかじゃなくて自分一人でですか。うんうん。そんな持ってくのと思ったの。え、もしかして乱暴くらい持ってくんですか。なんかね、800発とかね、1000発弱持ってたよ。すげえ。それは覚えるんですか。いや、重いぞ。めちゃくちゃ重いと思うよ、こんな人。1000発って。うん。100発ぐらい持ってとくか。あれ？バックパックの中に入ってくれないな。見えないなぁ。あ、いた。コンタクト。え、もう見えますか。見えた。どこだ。うん、方位203、距離300、そんな短いわけないだろう。350、あ、そんななんだ。方位が方位208。280、こっちか。確認した。距離350、建物2階、ベランダ。顔出してるな。装備はこれかな。装備は5ミリかな。ケースレス弾のやつかな。5ミリ。サイトは光学近距離だ。Unknown contact. 400 meters. Bearing 210ですか。うん、180度に3平2。了解です。180度3平2。180度？180度3平2。距離。ああ見えました見えました。墓場の裏後ろかな。そうですね。Enemy spotted. Soldier 300 meters south. 180度。あ、いた。180度3平に距離250に装備見ようね。装備1人、まあ、3人パトロール合流。全員ライフルなのかな。
わあ、すごい巡回してますね。オッケー、あの外周のパトロールを排除しようかな。あ、もうどんどん撃っちゃっていきます。いや、こっからはどうしような。でもバーガーショップの位置がどこなんだろう。当たり付け、バーガーショップはあの集落の中のどこかにあるんだよ。あー、この町のどこか。そうそう、あのマーガー付け忘れちゃった。あ、これ見づらいけど、コンタクト、ですね、方位201、距離312、距離312。あのね、草の熱帯樹木の裏に立ってる。俺の背中が右手につかないと見えないかもしれない。木の、ここかな。木や枯葉の隙間に1、立ってるよな。201。だいぶ近いぞこれ。あ、距離じゃねえ、方位201、距離300。家の前に立ってんな。うん、確認できないですね。これ逃げないか。撃ってるけど危ないからやめよう。さてと、もう距離が聞いての通り300切ってる敵がもう当たり前のようにいるので、かなり近いですね。これ見つからないように進むっていうのはできないんですかね。危ないな、ちょっと待って、手変える。みんなちょっとカバンの中置いて、対人地雷持って道路に仕掛けよう。で、ここら辺で長距離のやつぶっ放して倒して、戦闘しますか。引きつけよう。で、北側に何があんの。うん、北側の多分安全だと思える町に引きずり出しちゃう、ある程度。で、また側面打ちしよう。敵の脅威も分かんないんで、威力偵察しよう、これで。ちょっと、適当に、道路側にクレーモアとか、対人地雷仕掛けまくっといて。南側のネリに対して。俺ちょっと、あ、この車って使えないのか。あ、ロックされてますね。あ、使えない。じゃあちょっと俺北側見てくる。道に仕掛けたらいいの。そうですね、ネリに対して道路が来そうなところに裏取りの警戒もしちゃっていいんで。ですね、マップ書いとくか。便利だな。お願いします。そうだな、あんま出すぎて危ないんで、サッチェルを置いて、うん、対人地雷、クレーマー、あくまでも、あれなんで、できれば、ギリギリまで前に入れて、うん、二重に置いといてほしい。なるほど。クレーマーと跳躍式地雷、どっちがいいですかね。俺もね、まともに運用したことないんで、クレーマーは手動でも吹っ飛ばせるね。あー、へー。自分でボタンを押せるってことですか。ボタンを押せますね。じゃあそっちで。裏取り警戒用にこっち。もう、あの、純粋に南から入っていきません。了解です。じゃあ、南側の、ちょっと奥に、道に仕掛けますね。お願いします。これちょっと北側クリアしてくる。バレないかな。あそこに。なるほど、こういう風な感じになるんですね。なるほど。今天城作戦学びましたよ。なるほど。そうですね、この作戦を、作戦思いつくのは地雷原でもこれ置いておくと味方が見しまうって。そうそう、マーク見えないで。マーク見えないのか。気をつけないと。置いたところは自分で印また付け直すといいと思う、マップに。やべえな、ここが今どこだ。もう読まないといけない。北側大丈夫そうだな。向こうはなんだろうな、パトロールだけってことはないと思うんで、なんつったってハンバーガーの供給地点だからな。そうだよ。そこそこのガーザーいるはずだ。四季オフェだよ。え？四季オフェだから。20人30人はいるかもしれない。ハンバーガーだけは絶対に捉えたくないですもんね、敵からしたら。そう、バーガー破壊されたらもうすっごい怒ると思うメタルギアの兵士じゃないですか、もう。ジョニーが出てきそうだ。
腹が減ったすごい士気下がるんですよね。すごい下がる。パンチ一発で気絶しますもん。はあ、食料を破壊するとジョニーなんか腐ってるもんでも食べちゃいますからね。こんなもんでいいかな。ノース側にあの瓦礫、こっちがネリだから、よし、こんなでも人が住んでるところを地雷にしてしまうのは悪い奴らだな。前回の戦闘で学んだよ。絶対に許さない。勝ったんですか。地雷源わからない。仲間を殺されるとか絶対許さない。あ、こまえられね。そう。道の上だけに置きました。なるほど。左右に置いてもよかったんですけど、ちょっと分かりにくくなっちゃって。いやー、すごい怖い。怖いよ。怖い。どうしたんだ。地雷だらけだ。こうしろって言ったろ。こんなに怖いってことはない。よし。いいぞ、順調に。で、私たちの軍はな、ハンバーガーの供給が少ないが、武器の供給がいっぱいあるんだよ。ハンバーガーの方がいいな。平和だもんね。だけどな、こう先盛りをやるにあたってハンバーガーは大事なんだよ。ハンバーガーじゃねえよ、銃が大事なんだよ。もうハンバーガーに心が傾きかけてる、うん、どうだろう。あ、もうじゃあ、北、あ、南側終わったのね。じゃあこの拠点の真下にも、ここら辺にも、ちょっと見て、これ危ない。ここにも仕掛けるぞ。あ、ここら辺にも仕掛けちゃっていいですか。仕掛ける。了解です。絶対にもう、絶対に行かない。ちなみに、そのトラック死んだらゲームオーバーだよ。え、あ、え、遅くないですか、それ。これで逃げるんだもん。あ、このハンターですか。うん。ああ。あ、危ない。じゃあここで戦闘するの危ないですね。言い忘れてた。そんなこと、こんなことをすると思ってなかったから忘れてた。確かにそうですよね。このパターンは僕は想定しない。すごい作戦思いついたなと思って。ちゃんと街に行くだろうっていう僕の考え方。そうですね。潜入任務か何かでこうゆっくり進んでいくのかなと思ったら、もうドンパチやる気満々じゃないですかっていう。威力偵察する気満々だったからな。じゃあ北に放棄できないよ。ここ完全に死守だわ。ちょっと、お前ら、乱暴気分で今回はあれだよ。この瓦礫の家に、プライベートライアンみたいに大量の武器を出しとけ。 MG 俺設置するからそこに。もう状況を最大限に有効活用するっていう。プライベートライアン状態ね、もう状況が。あいつの鏡ですね。アパム弾持ってこい状態になるから、 MG と弾大量に持って設置しとけ。やるぞそこで。グレネーダーも出てくるかもしれないから。そうだな。そっか、同じ位置からのあれも怖いからな。グレネーダー対策にグレポンも出せるはずだ。もしかして迫撃砲出せるのかな。これ間違って制限しないの。迫撃砲出せるのか。あれ程度。ちなみに出せなくしたい時もあるじゃないですか。ほんなむちゃくちゃしたくない時は。その時はアーフェナル、アーフェナレス QF っていう、あの出せませんっていうメールを書けば出なくなりますね。へえ。制限することも可能なので。なるほど。あとでこのミッションファイルはシマンゲさんにあげるので。いやいやいや、難易度高すぎですよ。いきなりエディットしろと。エディットの何たるかをもうまず何も知らないのに。今回はフォックスさん大活躍。フォックスさんでね、ソラさん大活躍だぞ。ソラさん何使ってんだっけ。武器 M60 ですか。60だよ。じゃあ M60 もう一丁出して弾大量に2階に置いとくから。絶対死守しろよ、ここ。逃げる逃亡は許さんぞ。ちゃんと来るのかな。逃亡は許さんぞ。しないよ。お前こそ逃亡するなよ。逃亡は許さんぞ。シマンケさん。M60 は M240 も弾一緒ですよね。あ、そうなんだ。うん、7.92mm だからね。シマさん特戦隊ね。え、どういうことですか。え、ソラさんが逃亡する気配があったら撃っていいから。しねえわ。、うん、
大量数々の戦場を渡り歩いてきたのに。そうっすね。確かにそうです。大量のトレーサー。そうしたら自分ですね。そっか、じゃあ、ソラさん特戦隊ね。特戦隊じゃないけどね。シマンゲさん逃亡しそうになったら撃っていいよ。逃亡しないから。まあ、二人共謀して俺のこと撃ってくんだろうけど。ありえます。ここに M60 と弾大量に置いとく。グレネードもハンドグレーもグレフォンもある程度。もう本当に戦争するんですね。ん？車両の音がしたな。そのまま準備続け。サースからなんかグレネードランチャーって風かな。考える最大の攻撃能力を持ったものを用意置いておけ。アメリカンスタイルだ。ひどいな。俺は学んだんだアメリカ人から。あ、ヒートダウンが持てない。もう本当に潜入はなしなんですね。了解です。潜入、もうこの車潜入するつもりだったんだけど、そう、この車で逃げるっていうことを全く要素に入れてなかったんで、もうここ戦闘拠点になっちゃいましたね。本当は仕掛けて引きつけるだけ引きつけたら手薄になったところから大回りして入って、あ、はいはいはい、ハンバーガーショップを吹っ飛ばして逃げるっていうのが頭にあったんですけど、これを取られたらまずいです。もうこれ取られたらまずいんで話変わっちゃいました。バックパック RPG の弾っておっきいな。 RPG も使うんですか。シシュだよ、絶対シシュ。ここもう何でもありじゃないですか。絶対シシュ。ここだ、ここだって取られたら終わるもん。打ち込まれる前にやってやらないと、やってやるデス状態ですよ。ひどいな。もう下がって、本人5、6発置いとく。よし。準備できたか？だろ。悲しい声が聞こえる。いや、別に何しても。何にしても、何でもしちゃうぞ。うん。エディター泣かせになってしまったな。いや、プレイヤーはいろいろするんだけど、遊んでないチームの人たちってこう、予想外のことをするのでいいんですよ。予想外だろう。でも次は治ってますよ。それはね、あれですね。アイアンサイト。車の刺繍をすっかり忘れてた、本当に。俺も潜入する気、3人だから潜入して、こう、ダイナミックエントリーの後、ステルスエントリーに切り替えようかと思ったんですけど、話変わっちゃったな。突然変わりましたね。話変わっちゃったな、ここ守れって言うからな。あれ武器って言ってない。これ放棄したらやられちゃうもんな。趣旨が絶対に勝つと。オッケー、準備完了かい。RPG 5当たりは十分だろ。完了です。あらぞ、命を大事にしていけよ。脅威になるのはグレネーダーだ。グレネードを中心にガンガンやってってくれ。オッケー。いいよ。はい、着いたよ。着いた？いや、もう。あ、ちょ、いきなり叩き込んでいいよ。了解です。MG と RPG すごいね。ヘイデイでもなかなかいないよ。ひどいな、これ。いいよ。装填中、今、射撃準備するよ。装填完了です。装填完了。じゃあ、俺は。島さん、あのパトロール3人にそれ打ち込む用意。角度はどこですか？パトロールはね、さっきのあたりにうろうろしてるから、それを見えたらまたコールしてください。俺は厄介になりそうなあのふざけた保証を叩く。あれ、なんかすっかりいなくなっちゃってますよ。いや、南に下がっていったんだと思いますよ。前、要スポットで。了解です。うわ、もしてますね。ソラさんは何を狙ってるんですか？パトローラーを狙おうかなと思ってる。パトロール立ちんぼがいるんで、あ、でも MG か、オッケー。じゃあ同時だな、いたいたいた。立ちんぼ見えないけどな。墓の手前の一人しかいない。どこだ、下がっちゃったのかな。さてな、待機待機。了解です。待機待機。溢れ出る殺気に気づいたんじゃない。でもあるんだよな、溢れ出る殺気に気づいて回り込み。俺はじゃああれをまずインサイトで、インサイト。AI もステルスエントリーとかしてくるようになったら面白いですね。
あ、裏取りステルスできてましたよ。あ、本当ですか。うん、ミッション、普通のミッションやったら、そろそろってお友達に近づいてきて、すごい、分隊の側面攻撃させられました、かけられました。なんかちゃんと配置しないとむちゃくちゃ強くなっちゃうんですよ。例えば山の上に突然置いたりするとプレイヤーファンドがいると思わないから撃たれまくるんですよね。あ、いるところに置かなきゃダメですね。帰ってきましたね。パトロール確認しました。一人だけですね。1人、3人グループだから、あれ見えないな、まだ一人しか確認できてないです。じゃあ、シマンゲさんのロケットの音を合図に行くんで、あのシマンゲさん3人見えたらコールした後ファイアしてください。オンサイト了解です。もう一人見えました。ただ前の一人がちょうど今木の影ですね。ヒートダウン、多分 一発で当てられないかもしれないんで、うん、そこはソラさんにカバーしてもらって。かっこいい。何このベトナム。ベトナムっぽいな、なんだこれ。ねえ、ベトナムっすよね。サイゴンみたいになっちゃって。じゃあもう行きますか。いや、もう狙いんだったらいいっすよ。了解です。じゃあ撃ちます。オープンファイア。オープンファイア。おお。切れることになってる。